まず僕たちは日本を明るくしたいし、日本の美容を世界に届けたいって思います。大忙し。あー、いいじゃん。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。今日ちょっと明るめでお願いします。はい、こんにちは、高木拓也です。今日はですね、先日、シャンプーの今年のキービジュアルって広告ですね、今までにかつてない豪華メンバーでキービジュアルを撮ったんですけど、そのメイキング映像を今日はご紹介したいと思います。おはようございます。そうだね、今年でおはよう。おはよう。部屋出ていく、うん、スプレーまでちょっと待って。マジックの顔のマッサージ大好きなの。ゴッドハンドですね。今回はプロが作る本物の商品っていうのがうちのテーマで、カメラマンに新田圭一さんっていうフォトグラファーですね、世界的に活躍する人と、あとオーシャンズスターのモデルさんと、メイクに猪狩しのぶさん、今度4月かな、プロフェッショナルに出るんですよ。猪狩さんのメイクの技術と、僕たちは髪の毛を、周りの雰囲気は西山茉希さんにお願いして、ああだこうだ、こう猪狩さんとかにいじられながら、もっと笑えとか。カバでいくの？トシちゃん。かわいい、このジャケット。なんか猪狩さんこれ欲しい、両方とも。一流モデルだ。西山さんの魔力出しちゃおうかな。お願いします。笑わせなきゃいけない部分もあったりするんで、まあ、大変ですけど、まあまあでも楽しい現場でしたね。大忙しです。僕以外のところの撮影のやつもちょこちょここうチェックもしなきゃいけないし、イメージとモデルさんとこんな感じがいいなっていう絵は、切ってる人、乾かされてる人、子供とお母さん役みたいなのが西山さんなんですけど、とにかくハッピー感を出そうっていうのが写真上の、まあ、うちのイメージですね。でそういうのをなんか僕がこう現場でちゃちゃ入れながらやってるような感じです。あー、いいじゃん。まず僕たちは日本を明るくしたいし、日本の美容をこう世界に届けたいっていうのがあるので、まず日本を、日本の人たちに使っていただいて、今すごいいい匂いですね、すごいサラサラになりますとか言ってもらえるんですけど、もちろん男性も女性も使えますし、お母さん方でもお子さんまでも使ってもいいシャンプーに仕上がってるので、どなたでも使えるようになってます。そもそもそのお客様の髪の毛を切っている中で、シャンプーが合ってないな、そのお客様の髪にっていうことが多々あったんですね。もちろんいいシャンプーもあれば、日本人に合わないシャンプーを使われている方もすごく多くって、僕たちは日本人に合うシャンプーを作ろうと、毎日髪の毛を触っている僕たちだからこそ皆さんに合うシャンプーを作れるんじゃないかっていうので、実際は値段もできるだけ安く、でも本当に中身をいいものにしたいっていうので、いろんなところで削除して本当にいいものを作ろうというのが僕たちのコンセプトなので、作ろうと思ったきっかけは、みんなの髪をきれいにサラサラに、そしてスタイリングしやすいシャンプーが作れたらいいなと思って、開発しました。基本的にその開発はミッシーがいろんな人たちに声を聞いて、まあ、オーシャン全体でどんなシャンプーが欲しいですかっていうお客様の声をもとに一つの形にしたっていうところなので、成分とかその何回もテストをしないといけないんで、何十回ってクライアントさんに送って、これじゃない、ああじゃない、この匂いじゃない、こうだっていうのをずっと繰り返して、やっとキービジュアルっていうのはできるので、そこのテスト段階が一番大変だったところですかね。このお値段でこんなにいいシャンプーは正直ないんじゃないかと自分たちで思って作ってます。
もちろんね、あの会う人、会わない人いらっしゃるかもしれないんですけど、今僕たちが300万人のフォロワーからお客様のオーダーに応えて作った一つのシャンプーなので、ぜひ使っていただければご満足いただけるんじゃないかなと思います。カメラで待ってます。